次の体力。いいことがあるから笑顔でいるのではなく、笑顔でいるからいいことがあるとよく言いますね。僕も笑顔には定評があります。きっといいことがたくさん起こるのではないでしょうか。在庫を調べします。商品名がわからない場合は検索用のキーワードを3つ教えてください。おお、すごいな。まさしくオルトにしかできない接客だ。トレビアン、君にぴったりな美しい商品があるんだ。さあお客様、私と共に見に行こう。列に並んでいようと、欲しい商品でなかろうとお構いなし。ルークさんの接客方法は実に個性的ですね。準備はいいな。なんて不幸せな人なんでしょう。かしこまりました。真剣に考えた？頼んだぞ。無理するな。まずは待ったなしだ。
ジェイドはどう祝ってくれるのかしら。ビルさんのお望みのままに。全力で潰してあげるわ。どうかな。いいだろう。準備はいいよ。はいよ。どうだ。甘いよ。ほら、僕は誰よりも正しい。これはずっと探していた画集。この出会いは奇跡だ。ジェイド君、お会計を頼むよ。勤務中だというのに。ルークさんはいつも通りマイペースですね。1万3000マドル頂戴します。トレビアン、君にぴったりな美しい商品があるんだ。さあお客様、私と共に見に行こう。列に並んでいようと、欲しい商品でなかろうとお構いなし。ルークさんの接客方法は実に個性的ですね。準備はいいな。
力と牙以外にも戦う術はある。オッケー、さあ見てなさい。はいよ。あんたにはもったいないかしら。ペタちゃん先輩人暴れしない？面白そうじゃない、フロイド。蹴散らしてやる。僕たちの力、思い知ったかい？オルト、疲れてないか？一休みしたいときは言ってくれよ。大丈夫だよ、トレイさん。まだ魔導バッテリーの残量は 80% 以上あるから。オルト、疲れてないか？一休みしたいときは言ってくれよ。大丈夫だよ、トレイさん。まだ魔導バッテリーの残量は 80% 以上あるから。かかってこい。始めよう、狩りの時間だ。いいよ。いいチョイスよ。苦しいぞ。感謝なさい。ペタちゃん先輩人暴れしない？面白そうじゃない、フロイド。つまんない。だ見せてやる。手は抜かない。いいチョイスよ。よろしいんですか？見せてやる。ジェイドはどう祝ってくれるのかしら。ビルさんのお望みのままに。こんなのお話にならないわ。どうせ戦うのなら美しく勝ちたいものだ。在庫を調べします。商品名がわからない場合は検索用のキーワードを3つ教えてください。おお、すごいな。まさしくオルトにしかできない接客だ。
そのスーツ、お客様によくお似合いですよ。オーダーメイドしたかのようにサイズ感もぴったりで。ボーテ、さすがは無臭計画班。では私はお客様の足にフィットする革靴を用意しようか。かかってこい。僕を呼んだな。了解。どうかな。サポーター嬉しいぞ。どうしたらよ。やるぞ。もっとだ。いいな。だ。勝負だ。やってみるといい。良い策じゃ。無理は禁物じゃ。行くぜ。リリア、本気を出してもいいか。マレウス、王の力を見せてみよう。これが僕の力。終わりだ。おっと、おや。任せて。かしこまり。ああ、バフっときます。同期完了。いけるよ、兄さん。オーケー、俺と。出力最大。兄さんの力見せてやる。僕たちの力思い知ったかい。数日続いたサムズニューイヤーセールもそろそろ終わり。ここでクルーにバイトの感想を聞いてみよう。どうだい、この仕事にやりがいを感じてもらえているかな。レジ待ちのストレス緩和のために焼き菓子を配ったら、俺の菓子目当てのリピーターがついたんです。店の売り上げに貢献できて、試作品の感想も聞ける。いい経験をさせてもらいました。クラブのコウニちゃんはナイスな経験をしたみたいだ。おかっぱのコウニちゃんの感想も聞かせておくれ。相手の心の内にある欲求を見定めて商品をおすすめする仕事は刺激的だったよ。お客様の操る色とりどりの駒と戯れられたのも素晴らしい体験だった。楽しい時間をメルシー。そちらの子鬼ちゃんたちはどうかな。モストロラウンジでの接客とは異なる部分も多く、戸惑うこともありましたが、お客様を楽しませる様々な方法を模索する中で、とても実りある時間を過ごせました。僕の予測とは異なる商品を手に取るお客さんが多くて驚いたよ。データ収集と分析は欠かさなかったんだけどな。セール中ならではの行動パターンって興味深いね。 Thank you。 素晴らしい感想だね。それぞれこのバイトから得るものがあったようで、店長も俺も嬉しいよ。ところで、この店には新年からいろんな夢や欲望を持ったお客様が訪れているけど、コウニちゃんたちはどんな年になることをお望みかな。抱負なんかがあれば聞かせておくれ。抱負というか、今年も周りや俺自身が平穏に過ごせるのが一番いいかな。今回の経験を生かして、寮がより円滑に回るようみんなをそれとなくサポートしていこうと思う。ミステリーショップでのアルバイトを通じて、また新たな美をいくつも目の当たりにしたよ。こんな風にフィールドワークの範囲を広げて、今年はより多くの美しい瞬間に立ち会いたいものだ。今回のアルバイトでは、皆さんにセールを楽しんでいただくために僕なりに趣向を凝らしました。この経験を生かして、学園の皆さんが例年以上に刺激的な日常を送れるよう陰ながら尽力したいです。部活も学校行事もイベントもいろんなことにチャレンジする。汗水流して働く以外にも
ナイトレイブンカレッジの生徒としてもっといろんな経験をしたいんだ。4人とも話を聞かせてくれてサンキュー。君たちが素敵な一年を過ごせるよう祈ってるよ。サムさん、一つ大事なことを確認させてくれませんか。より店に貢献したチームがスペシャルボーナスを手にするという話でしたよね。トレイ君たちの働きも見事だったけれど、私と無臭計画班も負けてはいないよ。スペシャルボーナスを射止めたのはどのチームか教えてもらえるだろうか。あーい、心配しなくてもちゃんと決めてあるさ。サムスニューイヤーセール中の素晴らしい働きによって見事スペシャルボーナスを手に入れるチームは極トレイ君&オルト君チームとルーク君&ジェイド君チーム、つまり両チームだ。どの子鬼ちゃんも一生懸命働いてくれたから優劣をつけられなくってね。スペシャルボーナスは4等分にして全員に支給することにしよう。なんだって。確かにどちらかのチームが 100% 総取りとは明言してなかったけど、1人 25% ずつは想定外だよ。勝負はモチベーションアップのための方便でしたか。サムさんにしてやられたようですね。とんでもない。コウニちゃんたちの勝負が互角だったからどちらか1チームに絞れなかっただけさ。君たちが競ってくれたおかげで店の売り上げはアップ。コウニちゃんたちは全員ボーナスゲット。ウィンウィンだろ。全員を勝利者として称賛するその気遣い、これこそ接客術のプロの手腕だね。さすがだよ。少し拍子抜けしたが、スペシャルボーナスがもらえるならよしとするか。全員で頑張ったのは事実だしな。さて、大にぎわいのセールもいよいよ大詰めだが、この後も夢とサプライズが詰まったミステリーバッグを求めてお客様が押し寄せるだろう。コウニちゃんたち、最後までニューイヤーセールを一緒に盛り上げておくれ。任せてくれ。かしこまりました。在庫を調べします。商品名がわからない場合は検索用のキーワードを3つ教えてください。おお、すごいな。まさしくオルトにしかできない接客だ。かかってこい。ワンターンでサクッと終わらせ。面白い。はいはい。面白いことしよう。嬉しいぞ。どうじゃ。やっ。おっと。リリア氏、さっさと終わらせようよ。イデアよ、そう焦るでない。気分は乗らないけどね。ほら。さあ見てなさい。面白い。面白いことをしよう。ちぇい！おふざけはここまでにしましょう、リリア。光栄はわしに任せよ、ビル。こんなのお話にならないわ。どうかな。おっと、よし。承認します。バフっときます。同期完了。いけるよ、兄さん。オーケー、俺と。出力最大。熱くなるのは得意じゃないんだ。これはずっと探していた画集。この出会いは奇跡だ。ジェイド君、お会計を頼むよ。勤務中だというのに。ルークさんはいつも通りマイペースですね。1万3000マドル頂戴します。
準備はいいな。拡張戦闘モードを起動します。いいの？ああ、バフっときます。そうだ、うれ同期完了。いけるよ、兄さん。 OK、俺と出力最大。魔導エネルギーだだだだもっとだ。わかった。どうかな。贈り物を授けしたよ。集中して思い知れ。ダメだ。ほら。構わない。ふむ。はいよ。無理は禁物じゃ。リリア、本気を出してもいいか。マレウス、王の力を見せてみよう。これが僕の力だ。レベル上げが足りてないっすわ。これはずっと探していた画集。この出会いは奇跡だ。ジェイド君、お会計を頼むよ。勤務中だというのに。ルークさんはいつも通りマイペースですね。1万3000マドル頂戴します。なめんじゃねえ。拡張戦闘モードを起動します。真剣に考えた。ああ。レオナ、足手まといはいらないわよ。誰に言ってんだ。こんなのお話にならないわ。おいビル、ついてこい。私に命令しないで、レオナ。もっとだ。任せて。いいの？無理するな。スキャン、サポート展開。わあわあ、見てて。あっけないな。ターゲットロックオン。わかった。はいよ。好機だ、レオナ先輩。見せてみろよ、シルバー。脇が甘いぞ。はっ。当然の結果ね。あんたと私じゃステージが違う。これはずっと探していた画集。この出会いは奇跡だ。ジェイド君、お会計を頼むよ。勤務中だというのに。ルークさんはいつも通りマイペースですね。